it's Connie here. And it's me here. 雨の買い物第2弾。雨が激しく降っております。こんな日は買い物ということで、今日はみんな大好きトレーラージョーズに行きたいと思います。 Are you excited? イエーイ。早速行ってみよう。 Let's goもうすぐ着きますよ。イエーイ。久しぶりに来た感じするね、ここ。ね。なんとまた雨なのに意外と混んでいる。ちょいちょいちょい。いろんな人が。一回で何人出るの？あなた出るの？ちょいちょいちょい。いろんな人がいろんな方向からいろんな方向に行こうとしてる。あの人入れちゃうかな。なんかそれ一回で出れないね。どっち行くの？あ、そっち行くの？とってもいりました。じゃん。なんかね、季節ごとにこういう子供向けのなんていうの、イベント It's hiding って書いてあるね。ぬいぐるみかな。で、そのビッグフットのさ、名札なんて書いてあるの？ジョジョ。ジョジョ。ジョジョ。さあ、探しながら行ってみましょう。どこに？カードのとこ。あ、本当だ。いや、あ、本当だ。あやって結構いるんじゃない？かな。今日人多いね。お会計するときに見つけたよって言ってみな。オーガニックプラム。コットンキャンディ。これオーガニックコットンキャンディだよ。本当だ。コットンキャンディ美味しいんだよね。大きい。甘いんだよ。でもいつもオーガニックがないんだよね。うん。大きすぎます。何人家族でしょうか。まずはチーズからいきましょうか。どれ買うの？美味しいチーズがいっぱいあるんだよね。いつも悩んじゃうんだ。今日はね、そのパンに塗るブリーチーズ系か。これはダブルクリームブリーチーズ。美味しそうだね。お母さん、これ気になったんだけど、これ何？なんかシトラスがいい。アプリコットか。なるほどね。このブリーチーズがいい。これも美味しいんですよ、これ。これ？これ。これ。その隣も美味しいんですよ、その。これ？左隣。うん、下。下のね、この、それ。最近ね、これをインスタでよく見るんですね、お母さん。だだ。多分パンに乗っけて食べる、メルトさせて食べるのかな。かな。ブリーチーズにしよう。これがいい。一番ちっちゃいやつにして。一番小さいのってあれだよ、値段見てね。それパウンドの値段だから。今めいちゃんが取ってるのがこのトリプルクリームブリーチーズです。うん、それトリュフ入ってんじゃない？これ一番小さい。はい。オッケー。次。これ何？ピッツァドーじゃない？これを買って伸ばして焼くんだよ、これを。お豆腐取ってきてくれる？うん。週末の昼過ぎに来るとね、野菜がだいぶ少なくなってますね。きゅうり。二つ。そっちじゃないぞ。間違えた。こっちだぞ。こっちだ。このオーガニックキュウリ買います。姉ちゃん、そのさ、人参二つ。人参。これは何個？人参だってば。その下のやつ美味しそう。目が今取ったやつの。二パックください。これ？あんまり折れてないやつ。これ？いらない。二つね。残念ながらブロッコリーは売り切れでございます。なんでそんなにブロッコリー欲しいんだろうね、みんな。うん。あとね、グリーンのベルペパーね、かなちゃん。これいいかもしれない。うん。あとはね、リークは二つ言っとこうか。
今んとこ余ったことないんだ、リーク2つ使って。あ、ズッキーニのね、オーガニックのめいちゃん、色がいいやつね。かわいい、ね、ワックス、ビーワックスのラップなんだよ、知ってる？フードラップ、フードバッグ気になってんだよね。どういうことこれ、サンドイッチとか入れんのよ。なんでワックスとかいいの？あの、洗って何回も繰り返し使えるからエコでしょ、捨てなくていいの。え、何回も洗ってもワックスなの？何回でも。そうなのよ、いまいちね、使い方がようわからなくって、ね、書いてあるよ。 Use almost any time you would use plastic bags for food. Perfect for sandwiches, cheese, bread, avocados, lettuce, vegetables. なんか今日カミカミ。チェリーもオーガニックがある。もうフルーツコスコでいっぱい買ったからやめとこう。チェリー、ペイ太郎こっちです。牛乳いる？トマト、ミニトマト両方、なるべくオーガニックでいきましょうか。いや、あら、真っ赤なトマト美味しそうね。カービィみたい。チビが多いやつ。ガービィだ。めいちゃんバーグ。めいはバーグじゃない。へへ。Garlic. Grilled avocado. Did someone say guacamole? まだですって言わないとね。丸ごとマッシュしてる。本当だ。このね、パッケージがね、一個一個いちいち可愛いんだよね、彼女は。次、裏はさ、めちゃごくわるめちゃね。Did someone say delicious だって。人が減った、ここ。牛乳だ。うん、そう。あのヘビークリーム1個取ってかな。こっちセプテンバー。そうそうそう。牛乳もこれだけ種類がございます。かな、あれ取って、クレインの。こっちじゃなくていいの？こっちじゃなくて、日にち見てね。壁も可愛いんだよね。マンゴーはマンゴーらしいみたいな感じかな。かな。ベストバイじゃなくてセルバイしかないんだね。賞味期限は書いてない。 OK、 見つけた、ピーチスプレッド。あったー、明日来ました。それ2つ、これは間違いないやつだ。はい、いっときましょう。入れてください。マヨネーズ1個取ってくれる？マヨネーズ。そこのさ、マヌカハニー1個取ってきてくれる？えい。ハニーもね、種類がたくさんあって、シーズニングもすごいいっぱいあるんだよね。かな、うん、好きなのこれ。ダダン。あ、これも美味しいよ。これはあのコーヒー、あ、違う、こっちだ。コーヒーとかのやつで唐揚げにかけるとめっちゃ美味しい。うん、今日もかけようね。あれ、お母さん食べる。はい。Everything but the leftovers かな。そうなのよ。今頃の話してたのよ。姉ちゃん、2分前にその話してたよ、お母さんと。小さくなったわ、あのカップラーメン。めいちゃん大きくなったんじゃないの、そのカップラーメン。クッキーバターあります？今日ん、このカカオ、カカオアーモンドスプレッドも美味しい。ココアか。チェリーオイルもいっぱい種類あるし。これって何？それね、よくわかんないの。誰か教えてください。チーズかまぼこ。ちょ、ささん、わかる人は教えてください。チーズかまぼこですか？どっかの国の料理だろうね。銅みたいなやつで、それをさ、茹でるんじゃない？そのままポチポチ。人がすごい。ね、ここで買うのは、あ、チョコレートクロワッサンが売り切れ。あ、売り切れ。なんともアメリカンなアイス発見。あと、Out of this world って、これロケットになってる。なるほどね。最後にいつも通るのがこの危ないコーナー。お菓子屋さん。見て、Turtles Gummy。夏用かな。あ、危険な香り。お母さん見て、はい、ミルクチョコレートディップとピーナッツがブランコで遊んでる。はは。で、おかきがあった。よっと、2個買うぞ。入れといて。あら、今日はなんかお菓子ばっかり買ってるな。美味しそう。それはまた今度にしようか。でもこれの半分くらい。ナイススナックなの？コーン
ンドライススナックコーン&ライス、いいね、うん、あーまた美味しい、美味しそうなの見つけちゃっただから言ったでしょ、危ないかもな。これさ、プロテインクッチャー、うん、それもね、前からあるよ。これも可愛い、黄色いムアジこのケトルポップコーンってやつがさ、なかなか日本にはなくて、あの甘いしょっぱいが一緒になってるのね。あ、いた、いた、ジョジョさん、ミスタージョジョ、あ、ちゃんとジョジョさんがいました。ちゃんと後ろ姿になってる。どれどれ、あ、ほんとだ、かわいい。しかも紙じゃなくてさ、木でできてるね。木なのこれ、あれオフィシャルキャラクターなんじゃない。ハロー、 We found the big fish. Oh, okay. Thank you. You get two. Okay, thank you. And do you want some stickers too? Yes, please. Thank you. こうやって子供と来るとアメちゃんとスティッカーもらえます。 Do you have anything else? This one.お母さん最後のちょっとくれた。あ、よかったね。やったね。このロリポップはあのロリポップよりこっちの方が好き。手紙 の、 あの封筒とかに貼って友達に渡した。あれ、同じ味ゲットしてんじゃん、2人。へへ、兄弟。白もあるじゃん。ほんとだ、白かわいい。意外とするね、8.9。 まあリユーザブルだから。ウォッシャブルってでもさ、もう洗ってもう一回使えるんでしょ。ウォッシュする、これ。そうな、紙みたいなやつだよ。ウォッシャブルペーパーって書いてあるもん。だよね、変な感じで。パイナップル、これってさ、ちゃんと育てたパイナップルになる。そう、パイナップルってこうやって本当にできるんだよ、知ってる。へぇ、あのエクセレントエアプリファイングプラントだって。へぇ、いい匂いするの。 It's able to produce oxygen だって。 During the night hours, which may help improve the symptoms of snoring when kept in the bedroom だって。かわいい、これ家にいたらちょっとかわいい。はい、図書館に来ました。ちょっと 本を返すだけ。ドライブスルーリターン、この国はですね、安全の観点だと思うんだけど、何でもドライブスルーできるんだよね。日本にないものといえば銀行、図書館、あとあのお医者さんから処方された薬の受け取り、ドライブスルーでできるし、車社会ですからね。そうや。はい、本ください。まだこれくらいにしちゃった。はい、ありがとうございました。